どうも、アキです。サクセスでやっていきます。今回は、オール得意練習率アップデッキで黒金変化攻略やっていきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、オール得意練習率アップの編成2つほど考えたので、まあ両方とも試してみようかなと思います。まず1つ目はこんな感じですね。神高レベル50をお借りしましたと。はい、まあクオンのところだけね、ちょっと初期値悪いですね。はい。で、弱当たり上手はあんまり関係ないと。クオンのとこがね、なんか後イベのね、いいピッチャー出てくればいいなぁと、昔からすごい思ってるんですよね。後イベの変化球キャラがもう一枚、なんか有能どころが増えればいいですね。うん。では行きましょう。なんだったっけ、この間出た水着の葵ちゃんのテーブルを確認していないんですが、もしかしてあれ得意練習率アップ持ってたりする？ちょっと後で確認しよう。あ、ぜひコメント欄の方に、知ってる方いらっしゃれば書いていっていただけると嬉しいです。よし、やっていこう。で、僕、まあ、2枚はね、ちょっとこのキャンペーン期間中にね、天才の入部届使おうかなと思ってるんですけど、1枚彼女あり編成、で、1枚彼女なし編成で使おうかなと思ってます。はい。なので、とりあえず、彼女ありはね、もう大体決まってるんですけど、彼女なしの方をね、ちょっと一番いいデッキを今探ってるっていう感じですね。一回メンタル練習をぜひ挟みたい。うわ、めっちゃいい練習いっぱいあるじゃん。辛いな、なんか。いい感じで一回メンタル練習を挟みたいんだよな。さあ、こっからですね、やっていきましょう。さあ、どうしよう。祝いが大したことないんだよな。祝いが全然ね、大金ぐらいしかオッケー。祝いがね、本当に成功率悪いんだって。マネちゃんはめっちゃ成功率いいんですけど、祝いの成功率がめっちゃ悪いなと思っていたので、大金持ち太郎を攻めてみたら、いや、これがあるんでね、本当に星には。成功率低いんですけど、この価値があるんでね、やっぱ捨てらんないよな。難しい、星1と星2は本当に。どっちがいいのかっていうのはね。はい。というところで、こういう時はどんどん使っていきましょう。ただ、しょっぱなからどうだろう、あんまり、補充狙いまくるのもどうかなっていうのはあるんですけど、まあ、10円の意味ないものを買って、これで一応補充狙うか。これだけ持っていれば補充狙っても大丈夫ですね。はい。で、今回中継ぎ作るんで、まあ、スタミナ F35 あればもう上げなくていいかな。で、まあ、弱たり上手引けてるんですけど、弱たり上手は、黒髪においてほぼ意味ないかな。まあまあ、下、スカウト評価は上がりやすいですけど、今の黒金であれば結構、スカウト評価もお金で買って、まあ大体大丈夫なんで、まあ監督評価無視でいいですし、そういう意味ではあんま意味ないかな。あ、今何くれた？スバル。コントロールコツ。さあ、これだけお金持っていれば、金徳かセンス丸か、まあ野球超人伝か、買っていきたいっすね。体力削るところが良かったんだけれども、まあいいでしょう。ということで。まあ、肘マッサージ機、あーダメだ。神高連れてきたのよ。全然いいものは来なかったですね。これで僕、何狙ったかと言いますと、やっぱり、今の段階であれば、まあ、職人の枕、パワージュース、あの辺の必須系はそうなんですけど、序盤であればね、あれが来てくれると嬉しいなっていう、パワーデラックス。なんだったっけ？パワースナックデラックスとかか。あの辺のパワースナック系が結構来てくれると嬉しいなと思ったんですけど、来なかったと。さあやっていきましょう。1回目大金勝ったなら桃屋攻めてもいいかな。逆に200円なくなってもそんなに痛くはないんだ。オッケーオッケー。逆に攻めれるようになった。これでこんだけお金持ってる時に変な話100円増えても大してね差はないんで、こういう時は攻めた方が、逆にいい時は攻めた方がいいんじゃないかなっていう僕の理論ですね。ちょっと練習がずっと良くない。はい、強打者、タフドリンク、パワージュース、もう一個買いましょう。もう一個何かを買いましょう。これ難しいな。何買おうかな。まあ、スタミナスパイクにしておきましょうか。これで補充狙おう。アイテムも練習も良くないな。金儲けでは勝ってるけど、何も良さに繋がってない今のところ。
練習良くないな。練習良くないな。よし、本当に補充ってほぼ 100% 来るよね、今。本当いいですね、これ。うん。打たれ強さ、買うか。打たれ強さ買おうかな。で、骨後にしようかな。で、神高。そう、神高入れるとき結構難しくて、打たれ強さが先来ちゃったら、あれ20丸までしてたら20丸から丸に落ちるんで、結構ね、骨3とかでやっちゃうとポイントもったいないんですよね。骨後にするか、そういう意味で。ちょっと置いとこ。まだ買わない。よし、ここ行きましょう。タチウンリリースはさすがに潰したいかな。あれ、神楽坂って対強打者持ってたっけ？持ってない。オッケー。これ絶対神楽坂がびっくりしてくれよ。こっち来てくれよ。強化的に神楽坂が嬉しいぞ。いや、邪魔。邪魔。クオンがね、何かしらコツ持ってればよかったんだけどな、ここに。まだね。コツもなしですからね、彼は。まあ、さすがに岩井だな。もう岩井がめっちゃ負けるんですよね、僕。本当に星1かと思うぐらい。驚きのね、負け具合。さあ、頑張っていきましょう。キレはどうしようかな。もう一回掴んでもいいような場面ですね、これを。あ、来た、センス丸。買ってすぐ使うか。もう今使いましょうか。来ましたね、センス丸。カチューンとリリースしかまだ取ってないからな。じゃあ、キレ抑えよう。よし。来ましたね。いやー、来ましたね。よしよしよし。で、スライダーはね、コツが来るか分かんないんで、とりあえず。いやー、待てよ、スライダーじゃなくてカットボールで行くっていうパターンもある。けど、あー、でも一番いいのはやっぱスライダーコツが来てくれることなんで、それが一番いいんですよね。スライダーコツが来てくれれば一番やっぱり、6まで上げるんで、7まで上げるかもしんないし、できればスライダーコツ来てほしい。あー、で、今回あれか。スバル入れてるから、シュートにしとかないと。これ結構悩ましい選択なんだよな。いつも。来ればね、絶対いいんだけど。よっしゃ、センス丸、パワージュース、パワージュース、アロマ。で、まあもう一個買って、そうですね。補充を狙いましょうか。まあ筋力買おうかな。ちょっと高いけど。スカウトも買おう。これでもう大丈夫でしょう。スカウト評価もう大丈夫でしょう。1000円ぐらいは使おうとすると一瞬で使えるので、まあ、これの失敗は仕方ないね。1000円ぐらいは全然使おうとすると一瞬で使えるので、うん、あんまり意識しないでいいかな、そこは。うわぁ、渋っ。経験点が、増えてほしいんだよな。パワージュース結構持ってるし、と思ったけど、あ、今の練習じゃなかったかな？めっちゃ体力減っちゃった。まあ、いっか、練習でよかったですね。はい。アイテムはそんなにセンス丸以外はそんな良くないな、今回。まだ、ときめきラブレターとかも持ってないし、牽制の書買っておこう。買ってすぐ使っておこう。よし。かな、まだ。うん。休む。さあ、こっからですね。もう大体評価大丈夫だと思うんで、こっから、よし！変化落ちてない。こっからタックがいかに来るか。大金、さすがに星2の方にしましょうか。星2の方の大金で。おお！大金2回成功きた。
これどっちだ、回復取った方がいいのか、まあ、筋力取った方がいいか。筋力ポイント入んないですからね、この編成。ダブルか敏捷稼ぐか、もしくは神楽坂で体力回復しつつあれをやっていくかっていうところで、これ難しい選択肢だな。これ結構難しいぞ。よーし、低めの書ナイス、ときめきナイス、ハフドリンクデラックスナイス、オッケーオッケー。アロマーもういいかね、アロマはもういいな。いやー、ちょっとアイテム1個使ったアロマか、あーちょっと1個補充させたい。仕方ない、コントロールボールを買ってすぐ使おう。よし、これで補充もさせると。でこれ選択肢が結構難しくて、神楽坂ですかね、ここは。うん、ここは神楽坂だな。神楽坂のコツはほんとコツのデパートなんだ、この人は。そう、別名コツのデパートさん。コツさん来ないよな。おお、やった、オッケーオッケーオッケー。タックは全然来てないんですけど、金儲けにめっちゃ買ってますね。これは敏捷稼いだ方が美味しさあるかな。経験点低い方ですね、10点低い方。タック来ないな、オール得意練習率アップデッキなのに。全然全然アイテムが渋いわ。まあいっか。よし、ダブル。ちょっと待ってよ、球速も上げとくか、一応ね。ここもっと体力減ってていいんですよね、本当は。健康に過ごしたいを選べるので。で彼女なしで来るとほんとね、ここで大凶引いた時の怖さがありすぎる。もうオーガニックか、100円なくなったところで何も痛くないんで。うわー、これ待って、超お金持ってる。こんなに大金大成功することないぞ。基本負けますからね、大金ってなんだかんだ。あ、コツさんだ。こうなってくると相当お金を使っていこう。知り上がりなんて絶対使うでしょ。ああ、緩急の書いいですね。ファースナックはもういらない。で、ここは、必ず気をつけた方がいいんですけど、あれが、補充が来ないので、ここは、気をつけましょう。ときめきラブレター、微妙なの。ときめきラブレター、2周、まだ置いとくか、1個しか持ってないんで。まだ1個しか持ってないんでね。回っていくら上がるの ?3 か。コントロール3上がるなら、経験点どれくらい入ってくるんだ ?20、60か。60に180円は高すぎる。買わない。ときめきラブレター使ってもいい場面なんだよな。そしてパワージュース。ちょっと待ってくださいね。これいろいろ考えよう。神高が次アイテムくれるんで、持っとかないとダメなんで、1個使わないとなんか。スタミナスパイク、オッケー。これでいこう。ときめきラブレターは今使ってもよかったかもしれないんですけど、まだ使わないという選択肢に出ました。で、牽制骨をもらいます、ここ。敏捷稼ごうかな。そしてアイテムいっぱいになっちゃってるんで、パワージュース結構持ってるんで、パワージュースを使いましょうか、先に。うん、で敏捷があとなので1回かな。バント封じ分稼げればいいんで、1回やれば OK。
現地材まで買う、緊急当番取る、よしよしよし。あー違う、スライダーコツで、あと脱三振とあれでしょ、微妙なんですよねこのスライダーが、本当に毎回潰してもいいんだけれども。でパワージュースを使っておきましょう。パワージュース G をじゃあ1個使おう。よし、よし、これでバント封じまで取れるから敏将大丈夫。もうちょっとタックが弱いですね、まだ3タックが1回も来てないんで、タックが弱い、うん、タックがすごい弱い。スライダーコツが来てくれると助かる。うん、脱三振でもいいけど、脱三振失敗があるんでね、なるべくその今抑えたくないっていう気持ちがあるんで、後から来てほしい。スライダーね、抑えにくいんだよ。もう一回コツ取りたいっていう。ちょっとタックが来てないんで経験値は出てないですね、まだ。まあ、これは祝いですね。金儲けが素晴らしいっすな今回。うわ来たー、オッケー、ときめき持っといてよかったし、アロマも持ってるし、オッケーオッケー。奏者釘付けはもういつも言ってるんですけど、これは買えないですね。買うならそのなんか精神ポイントくれるようなキャラクターを入れていないと、とてもじゃないけど買えない。でときめきラブレター使う、オッケー、いいね。安眠も買っておきましょうか。待て、よし、いや、いいタック、いいタック。これはうーん、スライダーのコツ、うーん、尻上がり、逃げ玉、逃げ玉は潰せないな、やっぱりまだ。オッケー、1000点ぐらい入ったでしょ今ので。コントロールから来い、オッケーオッケーオッケー、ナイス。でもうこれが完走しそうというところで、できればスライダーを上げたいんだよもう。いや、やっぱダメだな、スライダーこっちダメだな。待ってても来ねえや。これくらい変換でいいかな今回。変化ポイントこれくらいで変換しとこうかな。あ、え、あら、あら、まだ持ってないぞ。あれ、まだタッチカードタックやってないのか、まだ持ってないだと。なに、まだ持ってないだと。そして2000円も持ってるぞこっち。さすがにじゃあ買ってすぐ使っとくかこれ。何、まだ持ってないだと、立ちカードタックやってないのまだ。逃げ玉はこっち来ちゃっていいや、もう。そしたら、神高のイベントなんか違うのにしよう。来ない。まずいぞ。さあ、ここちょっと待てよ。やる気今1落ちてるんで、何選択しようこれ。これ結構難しいな。本当に今、逃げ玉を取るのがベストなのかな。いや、逃げ玉だな。冷静に逃げ玉だな、これは。やる気が若干辛いぞ。あ、アロマギフトナイス。買ってすぐ使おう。ジャイロボールナイス。オッケーオッケー。経験点系はありがたいかな。でもスカウトは大丈夫なんで、評価。今回特にあれがついてるんで。これがついてるんで。世渡り上手がついてるんで。これやばい、変化ポイントが溢れる。どっかの誰かさんがアイテムくれないと変化ポイントが溢れるよ、おい。まずいな。次いいタック来たら変化確実に溢れるんで。
変化中心ついてほしかった。もうこれお金なくなっても怖くないんで、だったら桃屋攻めよう。うわ出た、くっそ祭り来たで。この時はあれなんですよね、しかもくっそお金持ってる時にクソ祭り来やがった。お金持ってる時にクソ祭りだ。逃げ玉押さえよう。マジかよ、お金持ってる時にクソ祭りだ。ほんとされないんですよ、これが来たら。仕入れミスの時ってツボだな。精神&変化がいらない。まあ倍額で、まずい、これ変化が溢れる、変化が溢れる、どうしよう。一回ここは休むか。お金も溢れるよ。あ、これいいんじゃない？結構遅いんじゃないか、メンタルを鍛えろ。神高言っといた方がいいよな。立川アイテムくれというか、アイテムくれというか、今けどくれても困るな。これまずい、立川のアイテムの使い時が遅くて非常にまずい。もうこれ桃屋攻めましょう。お金200円なくなったところで何の痛さもないんで。結局早いな、結局早いな。で、肘マッサージ機を使うと。お、ときめきラブレター2個来た、ナイス。あれ？あー、そんな持ってた？今、もう。肘マッサージ機使う。古びた壺。肩マッサージももう邪魔だから使おう。あれ、石って今回買ってましたっけ？あ、買ってたのか。まあ補充狙いで、でも今は買うべきですね。これもう本当に補充狙いで、なるべく買いましょう。守備力ももう買っちゃうし、サブリ癖も買っとこう。あー、また立川のアイテムこれだともらえない。じゃあ一回練習してパワージュース使うか。何の練習しよう。まあ変化をじゃあ、レベル上げとくか、これで。うわ、早かったな。やばい、技術ポイントがなくてほんとやばい、立ち回りが。今タック来られても困るし、あ、こっちさん来た。でも立川何やってんだよ。スライダーコツも来てないし、まあ、ダブルなら溢れないからいいけど。で、パワージュースを1個使っておこう。アイテムをもらえるようにですね、やっておきましょう。溢れないよね。いやー、ほんとお金持ってるな、これ。対強打者って取りましたっけ？取ってるか。伸びとか欲しいな。で、これ持ち系ないんで、今使っちゃうしかないんだけど、しゃあないな。
パージュースも買ってすぐ使うしかないけど仕方ないな。よし、技術ナイス。パージュース G 使おう。立川だ、なんかコツくれ。打たれ強さはもういいので抑えちゃう。いや、来た方が嬉しいか。あー、神高のとこ打たれ強さコツをもらうっていう選択肢もあったな。よし、4305、ナイスナイス。とりあえず技術がないのと、ちょっといろいろいい運びなんだけど、いろいろ厳しいぞ。なんか頼む、成功してくれよ、成功してくれよ、成功してくれよ。よし、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。これでオッケー、ひとまず安心ですね。これでひとまず安心です。うお、また大成功きた。なんだこれ、こんな使い切れねえよ。もうこんな使い切れねえよ。さすがにここまで勝つと思って序盤にそんな使ってなかった。こんなに勝つとは思わないじゃん。あ、打球反応ナイス。もうこれ全部買いましょう。全部買って補充狙いましょう。人気者になりましょう。監督も意味ないですけどね。全部買って補充を狙いに行きましょう。余らしても本当経験点にほぼ変わんないんで仕方ないんですよね。よし、オッケー。下ドラ4までにしとくか。で、448ぐらいおそらく変換すればいいと思うんだけれども、まだ変換できないと。今ちょうど変換したいぐらいなんだけどね。ここはお金待ってる、持ってるんで絶対負けないように。まあ、30円30円でまずほぼ負けないんで、9割方勝てるんで、これでね、僕は大丈夫だと思ってますが。グレートしようぜ、グレート。オッケーオッケー、ナイス。よし、もうこれは安心の手持ちですね。手持ちもかなり安心できる。神楽坂な、奪三振抑えるか。玉持ちさすがに欲しいよな。ただ打たれ強さは今三角なんで、打たれ強さはくれてもよし。うん、オッケー。強心臓も取ること考えるとね、精神ポイントがかなり必要になってくるんで。ラブパのアイテムは2個か。まだ使い時じゃないな。さあ、もう経験点は全部買おう。500円。ラスト。スタミナ6アップ。そしたら230円ぐらいになる。あー、これは最後に置いとこう。もうスタミナはいい。球速上げます。じゃあ、重い球潰します。で、打球反応、精神、臨床17か。打たれ強さ取る。強心臓取る。精神の余り具合がこれくらい。 OK、 把握。とりあえずタックいきましょうか。あ、これでようやく立川くれるよね、くれるよね、ここで。よし、 OK、 ようやくくれた。よしよし、こっからもう一回3タック来てくれれば OK なんですけど、あ、やばい、緊張しすぎて神高のイベント忘れた。こっからもうちょっとだけタック、ときめきラブレター持ってるんで、うまくはまればすごい選手できそうですけれども、初期値は悪かったんですけど、まあ初期値以上に多分経験点稼げてるような気がするんで、なんとかなりそうですけどね。これ俺の考えただったっけ、やばい。そうですよね、俺の考えた練習メニューですよね、これ。スライダーコツも来てほしい。そしてこれは祝いかな。金儲け運がすごすぎたね。超ギャンブラー。
超絶ギャンブラーだったわ。あ、投資ナイス。あ、でも投資取れるかな、買ったところで。アイテムあと何個持てる？もう持てない。もう持てないか。じゃあ今2周でしょ。しゃあない、意味ないけど使って、これで補充狙いました。あー、安いから使っといて、これで6つ補充狙おう。ラスト、立川あと伸びですかね。本当に早く変換させたいから、中途半端だな。伸びないっす。よし、ラストなんか来い。うわー、失敗した。神田が失敗、しかも脱三振コツを抑えちゃったよ。ときめき使いましょうか。パワージュース買う、アロマ買う。どうしよう。オッケー、もうこれでスカウト評価は絶対大丈夫。アロマもう一個買っとこうかな。アロマ何個持ってる？アロマ3つ。よし、じゃあこれで万全の体制でしょう。行きましょう。330ぐらいでいっか、変換すんの。さあタック来い、ラストタック来い。スポーツジムチケット1枚か2枚しか買ってないような気がするのは気のせいか。スライダーこっち来いよ。これよし、打球反応もバント封じも、そしてこれで取れるはず。行きましょう。うわ、来ない、スライダーこっち。変化量1の変化球持ってると怖いんですよね。それをホームランにされそうですごい怖い。でも待つか。ここはひたすらに待とう。バント封じ、内角。内角取れない。精神ポイントがない。これさすがに技術変換しすぎたかな。ここから大丈夫かな。精神ポイント辛いな。やばいかもしんない。ちょっと余るかも。あ、あんま強くない、今回。1枚しか買ってないかも。1枚しか買ってないかもしんない。まあでもどうしようかな。金儲けは良かったけど、タックンそんななかったんで、要はタックが来ればね、金儲けで儲けてる分は、お金にもなるし、それ以上に経験点も出てるんで、そんななんか逃げ腰でやるようなほどのサクセスでもない気がする。逃げ腰になるほどのサクセスでもない気がするんで、サクッとでいきましょうか。まあ、これは逃げ腰でやるようなサクセスではない気がする。まあ、千丸も変えてるけど、初期値も大したことなかったし、何より神高の失敗、そして金徳購入できていないっていうのもあるんで、逃げるようなサクセスではないな。結局でもお金はなんだかんだね、使い切れましたね。そうなんですよ。お金って実は2、3ヶ月あれば、あんなに2000円とか持ってても、補充が確実に来るんで、今の期間は。今の期間、ちなみに通常の黒金は本当になかなか補充が来ないんで、あんな持ってちゃダメですね。常にもっと補充を狙っていかないといけないんですけども、今の黒金であれば、まあ2、3ヶ月あれば、大体お金は使い切れるんで、矢部が成功したとしても多分、使い切れると思うんで、そこは安心かなと思います。ワンタックか。
うん、タックはあんまだったな、本当に。タックはあんまでしたね。あれ、実はこっちの方が経験点いい。60。実はこっちの方が経験点いいパターンだ。まあ、筋力ポイント入りますけどね。急速練習なら。いやー、スライダー6は絶対したいぞ。ちょいと待ちよ、これ難しいな。選択肢が、選択肢が非常に難しいな。どう上げていこう。いきましょう。スライダーコツ欲しかったな、本当に。脱三振抑えたのに、そして脱三振失敗、ドクター K 失敗して抑えたらもったいないパターンになったのに。ストレートはボール、まずは高め。さあ次の投球、シュートは空振り、タイミング合いません。第3球を、あれ、僕今回スローボール取りましたっけ。取ってるか。ちょっとスタドラ1球投げてみよう。振るかどうか知らないけど。変化球はボール、これは完全なボール球。カウント2ボール2ストライクです。第6球を、ランナースタートを切った。三振。オリヘンはちょっと使いにくい。いいよ、緩急つけたピッチングに適応されないみたいなんで、ちょっと使いにくいんですよね、この配球においては。まあ、ただオートでやるときオリヘン持ってれば僕は勝手に防御率下がるもんだと勝手に思ってるんで、はい。ちょっとスタドラ投げてみましょうか。スタミナの減りってオリヘンって高いのかな。よし、変化量1は友沢には投げらんない。第9、見送ってストライク。キレのある変化球、投げました。小沢にストライク投げるの怖いな。オッケー、もう外れてくれてよし。もうなんなら敬遠でいい、友沢は。投げました。高めストライク。投げた。ボール。カウント3ボール2ストライク。投げた。オッケー、オッケー。バットアウト。得意のジャイロ。うわ、いって、おお、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何、今の何だったの？今のは何だったの？説明してくれ。テルミー説明。行きましょう。テルミギブミー説明。行きましょう。これは精神ポイント足りないパターンだな。打たれ強さちゃんと待ったんだけれども。一応前部重たいけど、イベントは全完走しましたね、これで。さあ、伸びもらいましょう。伸びをもらいましょう。よし、オッケー。あとはほんと変化タックもう一回でいいんで、すごいの来てほしい。伸び内角マストね、この辺はマストね。まあパワージュースがあるんでもう大丈夫。ときめきラブレター、まあアイテムもほんとしっかり使えましたね。サクッとスライダーコツくればな。あと4タック1回とスライダーコツがくれば結構いいサクセスだけど、やっぱどう考えても技術余るか。精神ポイントあまりに稼げてなかったな。ダメだ、技術余るわ。変換しすぎたパターン。300ぐらいはいつも変換させた、させたいんですけど、ってことは変化がそんなに稼げてないのかな。外角低め、ボール。第2球、2球目ストライク。変化球にキレがあります。第3球を、3球目空振り。投球これから4球目。振らないな、これ。スタドラ1球も振ってくれてないな。使い方が分かんないや、スタドラの。よしよし、ナイスナイスナイス、 2点ナイス。第9、初球シュートは空振り、タイミング合いません。なんでだろう、強心臓コツ3だったじゃないですか今回で。打たれ強さもコツ5にしてわざとで、なんで今回こんなで、精神いつも技術300後半ぐらいじゃないですか変換させるの。
なんでこんな技術余るの今回。なぜだ、なぜこんなに技術が余るんだ今回。理由がわからん、マジで理由がわからん。いつも通りなのに、なんでこんなに今回技術。強心臓もコツさんだぞ今回。理由がわからん。スライダーコツ来い。うん、これはね、あ、玉持ちですね。絶対玉持ちだこれ。神楽坂取った。よし、玉持ち来い。スカートはもうマックスですね今回。うわくそー、玉持ち。対左20丸にしよう、技術が溢れるなら。クロスファイヤーも状況によっては取る。うわぁ、めっちゃ技術余るな。こっちなんか野手系で技術使うやつってあったっけ。技術だけめっちゃ使うやつ。打球の、あ、敏捷が2足りない。ないなぁ。なんだろう。今回は完全に金儲けに勝った回なんですけど、僕の中で。オール得意練習率アップデッキにしたのに、あんまりタックは来なかった。まあ、4は1回来ましたけど、3タックは1回も来てないのかな。ということで、タックが弱かったなっていう。それにつきますね、今回は。あー、ちょっと待って、このストレートなんか嫌な予感がする。よし、OK。1球目スタドラ入りしよっか。1球目スタドラ入り、よし。第2球、まっすぐ空振り。高め振らせてからの低めのスローボール、 OK。 見逃し三振、いいよ、ナイスピッチング。あー、今回技術ポイント結構買ったのか。購買部で精神が入ってないんじゃなくて、技術ポイントを結構そもそも購買部で買ってたから、そんな記憶あるな。技術ポイントめっちゃ購買部で買ったんじゃないか今回。そこか、技術のポイントばっかり買っていた、そこか。なるほど、すっきりした、すっきり。第2球ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。まあ、変換のタイミングって結構難しいですよね。おお、うまっ、うまっ。スポーツジムチケット1枚だけでも全然うまっ。第9インコース低めストライク、タイミング合いません。投げました、ストレートはストライク。一球一球に魂を込めて投げて、強く転がね。ああ、ジムチケット1枚でも攻めれますね、これは。全然攻めれますな。あ、ラブパサイが切れた。切れてから3タック来るんかい。ラブパ切れてから3タック来るんかい。でもアロマはあるよ。でもうここでスライダーコツが来ないのが確定なんで、スライダー上げます。そんなには余んないか技術。いや、余るな結構。ちょっとそこが今回のミス、天才界に向けての課題。あとはタックが来ることを祈るだけ。金徳がね、数少ないんで査定が出ないですねこれでは。うん、金徳がないと査定が出ないっていう悲しさがあります。といきましょう。おー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 おおお、全然操作が来ない。さあ、強化されたスライダー投げましょう。第9初球を、よしよし、一塁はセーフ。次はスタドラ入りだ。スタドライブトゥデッテッテッテデッ、そういう歌がありましたね昔。第9直球ストライク高め、いきなり150キロ。慎重にボールを使っていこうではないか。よし、これで追い込みました。Hey、 さあ1点取ってくれ、1点。
マジで勝ってくれ。うわーダメだ、うわーダメだ、絶対抑えらんねえこんなの。けどさすがに敬遠できないよ、ノーアウトだと。ノーアウト満塁にはさすがにできないよ。振ってくれ、くそ。よし、オッケーオッケー、ナイスピッチ使おう。よし、これでゲッツーの可能性を生み出したんでね、今ゲッツーの可能性を生み出したんでね。よし、あー2球連続ボールはあんま良くない。振ってくれ、よし、オッケー。変化量7は打てないでしょ。変幻自在とね、脅威の切れ味効いた変化量7は打てないでしょ。よしよしよし、さあどうしよう、スタドラ入り行こうか。スタドラ入り、よし、よし、どうだどうだどうだ。よし、オッケー、もうあとは1点取ってくれ、頼むわ。9回0点に抑えてから1点取ってくれ、さすがに。うわー、まだ投げさせる、しかもノーアウト。これちょっと打ってゲッツーゲッツー、これ多分スリーアウト取れないですね、スタミナ的に。ナイスピッチ使った瞬間スタミナ果てそうだ。あ、もう果てたか。あー、ミスっちゃった。もうこれはナイスピッチ狙おう。くそ、うん、ここまでです。あ、なんだ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 、何なんだ君たち一体。何が見せたかったんだ。まあ、ということで、まあ、いろいろ勉強もまたしたのでね、ちょっと、天才感に向けてね、ちょっとまた練習していきたいと思います。今のはそうだな、ほんと技術。もうちょっと粘って。そんなに困らないんだったら、もっと後の方で考えていいな。もっと後でしよう。もっと後にしよう。こんなに早く変換するのやめよう。経験点8000点超えと。まあ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 。楽しかったなっていうサクセスでしたね、これは。はい。スライダー、スライダー。66はいったと。んじゃあこれ。あれ取れる、クロスファイヤー、ギリ取れないか。くそ。投手もさすがに精神ポイント的に取れなくて。うわー、コントロールもくそ。くそ。あとほんとちょっとあればね、かなり査定的にも。グイッと伸びる部分があるんだが、うわー、ちょっといろいろあれば、うわー、ちょっとほんと経験点的にちょっとあれば査定的にもグイッと伸ばせる部分あるのによ。技術だけ使うものないの？ないですね。まあこの選手はちょっと厳しいものがあるな。じゃあどっちにしよう。どっちでもいいけど。いやー、ちょっとこの選手は厳しいものがありましたね。ちょっと技術に変換しすぎたというところだと思います。なのでまあ、うまくやってれ、いけば、総変化球量があと1上がったっていう感じですね。この能力で総変化球量があと1上がったっていうところだと思います。ただね、これでも S6 余裕でできちゃうんすよ。うん。いやー強いですね。これでも余裕で S6 できちゃうんで、ちょっとコントロール1だけ上げたかったけど、あと。コントロール1上がれば S7 ぐらいいくのかな？ちょっとわかんないですけど。いやーでも本当に良いですね、今の黒金は。ちょっとまたまた色々勉強してきて、どのデッキで天才やるのかとかは考えたいなと思います。はい。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。黒金変化攻略の動画楽しみっていう方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。やっぱあとクオンがそもそも精神食うから辛いっていう話もありますよね。言ってもね、骨散できてもね、結構強心臓重いっていう話もあるかな。まあまあいろいろ考えていきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。